こんにちは、アスリートゴリラ接骨院の今日は座骨神経痛が治らない理由について説明したいと思います。まず今ここで説明している筋肉は大臀筋っていうんですけども、筋肉っていうのは本のページのように層をなしていて、この大臀筋っていうのは触診のところを見てもらうと触ることができますって書いてあります。で、次にこの外側にあるのが中臀筋っていう筋肉なんですけども、この中臀筋も触診のところを見ると触ることができる筋肉なんですね。ただその下にあるこの小臀筋、こちらの筋肉からこちらを見てもらえると分かるんですけども、触ることができません。そしてその下の一番深層にある深層外旋肋筋っていう筋肉があるんですけども、こちらもちょっと上のところ、こちらを見るとこれらの筋肉は触ることができません。ではそのもうちょっと上に行くと、このもうちょっと上に行くとですね、深層外旋肋筋って言って触れない筋肉がこのように6個あるんですけども、このうちこの梨状筋っていう筋肉があるんですけども、この梨状筋が今度この神経の図、座骨神経の図を見ると分かるんですけども、これ梨状筋、触れない筋肉のところに実はこの白い神経ですね、この座骨神経痛、座骨神経が通ってるんですね。なのでこの触れない筋肉の梨状筋を治す特殊な治療をしないと座骨神経痛っていうのは治りませんので、皆さん湿布とかマッサージで座骨神経痛が治らないのはこの触れない筋肉があるからです。じゃあ今日は以上になります。